内閣総理大臣、安倍晋三文部科学大臣、下村博文国立大学改革プランとは、第二次安倍内閣が国立大学の改革を目指して策定させた計画。第二次安倍内閣により2013年6月14日に閣議決定された日本最高戦略及び教育振興基本計画を踏まえて策定された。第二次安倍内閣は、 教育改革の実現を主要な政策として掲げていた。特に大学をはじめとする高等教育機関の改革を重視しており、安倍晋三首相が経済協力開発機構閣僚理事会にて学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた、もっと実践的な職業教育を行う。そうした新たな枠組みを高等教育に取り込みたいと宣言するなど、 大学は学術研究より職業教育を重視すべきだと主張してきた。2013年6月14日に教育振興基本計画が閣議決定された。また、同日に閣議決定された日本最高戦略においても日本の教育改革の必要性が盛り込まれていた。また、第2次安倍内閣により設置された 指摘諮問機関である教育再生実行会議は同年5月28日にこれからの大学教育等のあり方についてと題した提言を取りまとめた。これらを踏まえ文部科学省では国立大学改革プランを策定し同年に公表した。さらに第三次安倍内閣が発足するとこの国立大学改革プランに基づき2015年6月8日に 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについてと題した文部科学大臣決定が公表された。同日、国立大学法人の学長と大学共同利用機関法人の機関長に対して文部科学大臣、下村博文の名で通知された。この文部科学大臣決定には、 国立大学の組織の見直しが盛り込まれており、特に文学部などの人文科学系学部、大学院、法学部や経済学部などの社会科学系学部、大学院、並びに教育学部などの教員養成系学部、大学院について組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めると明記された。 人文科学系や社会科学系の学部、大学院の廃止や転換を求めた理由について、文部科学省では、大学は地域や産業界のニーズに合わせた人材の育成が求められているが人文社会科学系は専門性や深度との結びつきが見えにくいと説明している。2015年6月の文部科学大臣決定を受け、還元する学部のある国立大学のうち、 8割以上の大学が人文科学系や社会科学系の学部の見直しを予定している。内閣府の特別の機関である日本学術会議は国立大学改革プランに基づいた2015年6月の文部科学大臣決定を強く批判している。日本学術会議は優れた研究業績のある科学者の中から選任された会員によって組織されているが、 同年7月23日に、会長の大西隆副会長の向井千明、井野瀬、久美恵花木啓介、第一部部長の小森田明夫、第二部部長の長野哲夫、第三部部長の相原博明幹事会のメンバーが、連名で抗議する声明を採択した。日本の国立大学により構成される、国立大学協会は、 会長の松本博史による声明を発表し、国立大学改革プランについて、国立大学のこれまでの取り組みを後押しするものであり、先の日本最高戦略と合わせて、国立大学に対する国民や社会の強い期待の現れであると位置づけた上で、この期待に応え、それぞれの強み、特色、社会的役割を踏まえた機能強化を一層推進し、グローバル化、 イノベーションの創出、人材養成機能の強化等を着実に実行して、いくとの決意を明らかにした。一方で、2015年6月の文部、科学大臣決定については疑問視する意見が多く、会長の里見進は、非常に短期の成果を上げる方向に請求になりすぎて、いないか危惧している。大学は今すぐ役に立たなくても、将来大きく展開できる人材を作ることも、 必要ですと指摘した。京都大学総長の山際十一は2015年6月の文部科学大臣決定について幅広い教養と専門知識を備えた人材を育てるためには人文社会系を失ってはならないと反論し、兄弟にとって人文社会系は重要だと主張した。滋賀大学では大学教育の目的は実学的な職業人の養成ではなく、 思考力、判断力、表現力を持つ人材の要請であることを強調したいと主張しており、学長の沢高光が人文社会科学系の存在意義を認めないような通知は受け入れられないと反発するなど、2015年6月の文部科学大臣決定には従うものの、その内容自体については強く批判している。神戸女学院大学名誉教授の内田樹が、 国立大学改革防国論文系学部廃止は天下の愚作と題した論考を発表したり評論家の東博が2015年6月の文部科学大臣決定について文科省の通知は良くないことだと思いますと批判しつつ人文地は原理的に実学思考の教育とは相入れない点を指摘し趣味の一つとして生き残ればいいと提言するなど言論界からも注目を集めた 経団連は人文社会科学計画部の組織見直しを求める通知について即戦力を求める産業界の意向があるとの見方が広がっていることを受け産業界の求める人材像はその対極にあるとしてその見方を否定する声明を2015年9月9日に出したこれらの批判に対し文部科学大臣の下村博文は文部科学省は 人文社会科学を軽んじているということでなく、またすぐに役立つ実学のみを重視しているわけでもないと、釈明した上で、文科系の場合には、非常に多骨母型で、経済学部とか法学部とか文学部など、それだけで本当にいいのかどうかと、問題提起し、人文科学系や社会科学系の学部や、大学院について、未だ答えのない課題に向き合う力、 先の予想が困難な時代を生きる力を学生に身につけさせるため、大学教育の質の転換が求められる中で、特に改善の余地が大きいと主張している。しかし下村は9月11日の会見で、人文社会科学系の廃止ではなく見直しの提言が趣旨だったとし、誤解を与える表現だったと認めた。さらに、廃止対象は教員養成系だと説明し、 少子化に伴い教員数が減っているため廃止は当然だとした。ありがとうございます。